今日は撮影の前日とかに私もよく陥るんですが寝れない、そういう時にどうすればいいのか、いわゆるそういう時に安心するためにチェックリストと、これとこれと、映画は誰にでも作れる、あなたにも面白い映画が作れる、映画作ろうは片岡玲子の今週の映画占いと、ラブジェリコのシネマトークパラダイス、そして今週は映画制作の教科書の課外授業と、はい、今週よろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう前振っていただいてありがたかった。いやいやいやついね、半年前まではもうほら3人がその時間内でもうなんかね、時には40分過ぎたりしてまた番組続けてたじゃないですか、うん、これがねもう1回1人っていう形でね選抜されるっていうことになってから、うん、なんかねちょっと寂しいなと思いつつ最近見てますよ、ちゃんと皆さん。ちょっと私怒ってますよ。ええ、だって1人20分って言ったのに味を占めて33分とか、せめて30分以内に絶対してくれって言ってるのに31分とか2分とかになってるんですよ。ムカ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 ってしてるんです、私。やっぱり人が見ようとする時間の限度だと思うんですね、このしゃべくりの。確かに。だからほら、ブツブツブツ編集すればいいんですよ。よくね、人気番組とかってブツブツ編集してるでしょ。えーとかあーとか言ってる間編集してすごく聞きやすくなってるんですよ。でも、この番組あんまりそういうことしない、ダダダダやってるから、ちょっとしないといけないなとか思いながらね、どうなんでしょうか。まあ、頑張ります。まあ、絹笠監督の個性ですからね、それもね、あまりやっちゃったらかわいそうかなとかって思って、ドキュメンタリーとかテレビ番組の編集があんまりやってないのでね、ちょっとね、気持ち悪くて、映画の編集しかやってなかったんで、ちょっとああいうところを切っちゃうのがちょっと気持ち悪いんですよ、むしろ。こういうところが味が出るじゃんとか、見てた方なんで。私はむしろ、はい、どうしてあんなにばっかり言ってるんだって自分のこと客観的に見て、なるべく喋り方をちょっと変えたりとかいろいろ努力しています、逆に。はい、どうぞ。田中さんさ、でもなんか、はい、課外授業を言うまでが長いんですよ。あの時間ちょっと短くしたらだいぶ違うと思うんですよね。それで長峰さんが入ったんですよね。もういたたまれなくなって今日の映画も、映画のね、やっぱりそのね、課外授業知ってる人だったら分かるけど、なんで課外授業にこの人いつまでもこだわってるのかなっていうのは。課外授業にもこだわるし、オープニングも何回やってるんだって、私が玲子の今週の星占いって言ってから、って言ってやっと気がつかなかったんだ、さっきの。すごい、わ、進行どうしようと思って、わ、俺が言っちゃったら今週俺だしな、俺が最初に言っちゃったら話後でどうやってまとめようとか思って考えてて、わ、どうしようと思ってた中身ですが、今助け舟を出してくれたんですよ。助け舟出してくれたんです、ね、最初にやって、私が最後反省会したんですよ、この間映画どうしましょうって感じでね、私もいろいろ言われて反省して、監督もちょっとそういうところね、段取りをちゃんと分かってたらシュッといけるじゃないですかって言って、そこだけですよって言って、分かりました、ちゃんとやりますって言って、しょっぱなからやる、まあ、まあこうやってドタバタやっておりますが、皆さん見守ってやってください。いや違う、出る出る、私に誰か愛をください。みんなパターン2、パターン2です、応援してくださいませ。鉄骨野郎が大体主役なんで、映画の場合はあんまりかっこいいとかすごすぎるやつは大体主役にはならないもんで、鉄骨野郎が主役なもんですから。そんなこと考えてるやつなんで。ところでね、この間ね、実はちょっと芸術創造館っていう舞台で、僕の脚本の喜劇を暗殺試練にヒロインで出てくれはったサンミュージックの女優さんね、の世良和恵さんっていうんですけど、その人のね、別の舞台を見に行ったんですよ。そしたらね、創造館の奥に図書館があって、そこの映画コーナーに、なんと、それがあったんですよ。おお、すげえ。今度行ったら来ましたやろ。嬉しい。その時僕写真撮ってますから、ここに今出します。ここに、これ。
ありがとうございます。あ、また中峰さんが消え、あ、大丈夫だ、復活した、よかった、大丈夫大丈夫、今止まってただけ、大丈夫です、止まった状態、これ止まった状態、これ止まった状態あ、嬉しいな、あの、そっか、そうなんですよ、あそこで、あの、1年になるけど、うん、あの生徒がで、生徒の見守りでついてったんで、いや、あそこにあるのか、すごいな、いやいや、ありがたい話ですね、お話でございます、もいやいや、まあまあ、あの、そうですね、ありがとうございます。あの、今週は、何やるかというと、そうですね、あの、いよいよ、撮影に入ると、まあ、英語ではプロダクションと言われる、あの、やつです。それまではプロダクション前の、プリプロダクションとプロダクション前という、あの、準備段階があって、こう、いよいよ撮影に入っていくことで、今日は、撮影の前日とかに私もよく落ちるんですが、寝れない。監督寝れないとか、プロデューサーがもう寝れないとかね、もう、あの、初日のクランクインにヘロヘロ、あの、実は睡眠一切、一睡もせずにヘロヘロになっていて、バレないように一生懸命から元気を出すというのがよくあることでございます。片岡さんも多分そうだったんじゃないかな。いや、昨日バッテリー充電したのに、今日の朝ね、動かないしね、もう、あ、終わりだ、とか思って、スマホで行きましたよ、今日は。そういう時に、あの、どうすればいいのかっていうのも、大体もうね、長いことやってると読めてくるので、あの、いわゆるそういう時に安心するためにチェックすると、これとこれとこれだけあれば、撮影初日のクランクインの日は、なんとかできるというのだけ、あの、お伝えしようと思います。あの、撮影初日が一番大変な日なんですよ、クランクインの日は。大変まあ、そうですね。でもまあ、一番欲しいのは、マネージャー。いや。マネージャーが欲しい。いや、全部言ってくれる人、これやりましたか、あれやりましたか。マネージャーがいても監督の辛さは変わりませんよ、あれは。あの、監督しか決める人はいないので。片岡さんのことやからね。うん。映画見ようの時にね、あ、私この映画嫌い、代わりに出てとか、そういうマネージャーが生かされるって。これは気に持ってるでしょ、だから。今日はバスで。便利やる。だってね。だってあれ見たいとか言って却下されるんですもん。この世界の片隅にがいい。あ、次はそうだと思ったらいきなりゴジラ対モスラとかって言われて。ああ、ごめんなさい。別の話なんですけど、とりあえずそれは後でしましょう。あのとりあえずもう番組スタートしましょうよ。私の。はい。ません。ではでは今週も参ります。よーい。はい、スタート。スタート。やってまいりました、衣笠くんの映画制作の教科書の課外授業でございます。はい、まあ、私の書いた本なんですけれども、これに従って、内容を説明するという番組ですね、今週は。はい、夜中に一人でこうやって撮ってるとちょっと寂しいものがあって、いつかまたスタジオに戻りたい。はい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 。お、一人だと忘れてください。カウンターをつけないとね、いつも喋りすぎて、あの、片岡さんに怒られたりしております。はい。今日は、あの、いよいよ、この本で撮影とかに入ってきました。今までは、前回までは、あの、事前準備というやつですね。これ、まあまあ、プリプロダクションという。やつです、前回まで。今回からプロダクションというやつですね。で、プロダクションというのは、まあ、どういう期間かというと、日本語で言うとそうですね、撮影っていうのが一番わかりやすいかもと思います。はい。そうですね、いよいよだから撮影に入ってくるわけですね。はい。まあ、今日はあの、これの、何ページになるのかな。56、57ページですね。テイク24みたいのところをちょっと説明しようかと思います。これ何を書いてるかっていうとね、撮影日の前の不安はチェックリストで解消っていうテイクでございます。はい。あのね、これね、やったことある人はわかるんですよね、これ書いてるの。ただ、やったことない人は、この撮影日、明日クランクイン、あ、まあ、特にクラン、あの、毎日編集し、あ、撮影してたらそうでもないんですけど、あの、クランクインという日がありまして、それは初めてその映画を撮影する日、初めての撮影の日の前日とかは大概、ああ、未だに私も寝れません。あの、緊張するもんです。まあ、よく言われるのは、その撮影の時にいろいろ、
クランクインの時は大概何かしらトラブルが起こりますよね。いろんなことが、用意されてなかったりとか、まだチームがちゃんと機能してなかったりして、何かしら齟齬があって、で何かしら失敗があって、でだん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 それが撮影が続いていくと、だんだんチームワークができてきたりして、であいつは気を、あいつにはこれ声かけといた方がいいとかね、あとはそうですね、そうそう、お互いにだからあそこは私の範囲だとか気がつく人がいたりとか、そうですね、そのお互いにだんだんチームができてきて、もう本当にサッカーやってるようなものになってくるんですけどね、パスを出す人と受ける人とどうやって受けるかみたいなのがだんだん意思疎通ができるので、撮影初日っていうのはなかなかそれもできてくて大変なことになりやすいんですけどもね。はい、で大概制作さんとかプロデューサーさん、制作さん、あと監督さんとか、大概そうそうそう、まあまあ撮影監督も時々そうなんですけども、クランクイン前日は大体なんか心配になって眠れなくなったりするんですよね。でそういう時にどうするかっていう話です。とりあえずチェックリストを作ろうという話ですよね。で、ちょっと思い出してほしいんですけど、プリプロダクションのテイク29でし、あ、テイク14か、29回目のこれ、この番組で話したことです。撮影するときに必要な3つのことっていうのを喋ったんですよね。前日になると明日本当にできるのかってすっごい不安になりますから、まあ、この3つが揃っていれば、クランクインはなんとか乗り切ることができるっていうのだけがあるんですよね。この3つさえ揃っていれば、まあ、撮影はできるという。で、これ前言ったのをちょっと繰り返しますね。1つには人ですね。人っていうのは、キャストとかスタッフとか、まあ自分自身もですよね。たまにあるんですけどね、自分を忘れてる時。キャストとスタッフと自分がそこの、撮影現場にいるっていう状態ですね。で、あと、場所ですよね。この撮影現場っていうのはどこなんだって決まってるといい。で、そこの場所に絡むいろんなことですね。トイレあるのかとか、駅とか駐車場が、そこまで行くのにちゃんと行けるのかとか、はい、その時間に集合できるのかとかね。で、周りにトイレとか、食事どうすんだとか、まあ、夏でしたら水分取らなきゃいけないんで、水の手当てできてんのか、飲み物の手当てできてんのとか、あと近くに、特にそれまとめて、近くにコンビニとか、現場の近くにコンビニとかあると、とっても助かりますよね。はいはい。あと、まあまあ、そっか、そうですね、トイレとかの話も、ロケ現場のトイレも使えるのかどうかっていうのもありますからね。そうそう、人数多くなってくるとね、うるさくてダメっていう、使うなっていうとか、本番中は止めろとかね、はいはい、そんなことがありますね。で、人と場所ですね。もう一つはカメラ。カメラっていうのは、まあ、機材って思ってください。撮るものです、撮る機械ですよね。これないと映画になりませんので、はい。人と場所があったら、これでまあまあ演劇的な、なんか、お芝居はできるんだけど、それを撮るものがないとできないんで、人と場所と、まあ、カメラというか撮影機材、今となっては音付きだったりするので、録音機材っていうのも必要なんですよね。はい、で、こういう撮る機械ですね。人、場所、撮る機械。この3つが揃っていれば、とりあえずは作れるわけです。はい。ちょっとこれ、ごめんなさいね。シナリオとかレジュメ見ながら、はい。でね、この3つが揃っていればいいんだけど、本当に揃ってるのかどうかっていうのはどうやって出すかっていうと、まあ、前回のプロダクションの時に交番表とか、スケジュール表を作りましたよね。あの中に、大概必要なものが書いてあるとは思うんです。必要な人と、必要な、場所、ロケ場所と、それから、必要な衣装とか小道具とか、あとスタッフリストも大体交番表を作って、ちゃんと作っていれば、大体、大体とか、まあ、それで分かるようになってるはずなんですよね。で、スケジュール表がね。
で、ここからまあまあ、ヒビスケとかいう、ヒビスケとか抗がん表というものからそういうのを作っていくんですけど、それをまあ、チェックリストにしてしまうと一番いいかもしれません。あの、チェックリストというのは、チェックして、用意できてるっていうのをちょんちょんちょんってやっていく、そういうリストですね、表を作っておくと。でまあまあ、この表なんですけどもね、これ、まあ、さっきのと同じで、まあ、もうちょっと詳しく言うと、あの機材ですよね、カメラとか機材。これ、まあ、大きく分けると映像系とか三脚みたいなことが言いますよね。映像系が言いますよね。でもちろん映像系の中には三脚というのもよく、まあ、十中八九言いますよね。なくて撮れると思ってる人もスタビライザーでなんとかっていう人もいるんですけども、まあまあこれはまあ撮り方によってバーバーなんですけどね、うん、うまくで、ただ三脚はもしわからないんだったら三脚持ってっておいた方がいいです。三脚映像が安定するかどうかっていうのは結構基本の基本なので、でもちろんその基本分かっててわざとブラスということができるカメラマンがいればいいんですけど、なかなかそれができる人っていうのはかなりテクニックいるので、あれは、はい、手持ち撮影っていうのは、はい、普通の人だとなかなかできないので、よく分かんないのは三脚用意しておいた方がいいですよね。はい、だからカメラとか三脚とか、あと照明系ですよね、ライトとか、まあレフ板も照明の一つですよね。外で撮るときに天気が良かったりすると実は影がいっぱい出て、顔が暗い影がいっぱい出てしまって、なんかえらいハードボイルドな絵になったりするので、はい、逆にね、明るい時は曇り空とかでないとなかなか、あと音関係ですね、セリフがちゃんと取れるかどうか、これはちゃんとしたマイクが、マイク、ちゃんとしたマイクっていうのはガンマイク、ちゃんとしたマイクっていうのはいろいろ語弊を生むな、映像用のマイクですよね、遠くの音がクリアに取れるやつ、これをスタジオ用とか音楽用のマイク持っていくと、なかなかあれはスタジオとか音がいい状態のところで撮るマイクなんで、なかなか音が大変なことになったりするので、映像用のガンマイクとか仕込み用のピンマイクとか、そういうものがあるといいですよね。あと突起みたいなこと、突起、まあまあ特別機材というやつで、まあ風を起こしたりするやつとか、まあスモークを起こしたりするやつとか、あとはまあまあレールとか、カメラを乗っけて動かすやつとか、あとクレーンとかね、はい、そういうものもいろいろあるんですけど、まあまあその辺はもう分かってる人が使えばよくて、ああいうものってね、初心者の人がよく使いたがるんですけど難しいです。現場でよほど練習を積んでないと、レールなんかでもなかなか使えるほどスタッフが訓練されてないことがあるので、そういう時はちょっとしたカットに1時間かかってしまったりするので、1日火が出てるのはまあ12時間前後しかないのでね、朝の日の出から日の入りまで、そのとかでそこに時間取ってしまうと、どん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 撮影が苦しくなるので、はい、そういうことですね。まあまあ、必要な機材をリストアップしておくということです。あと、ここの映像系の機材で大変なのは、予備機材っていうのは用意しておいた方がいいです。もしもカメラが当日、何かの加減で壊れたって、本当にある話なんですけど、落っことしたとかね、三脚倒したとかね、無理な姿勢で撮ってて、下へバーンって落ちて、カメラ自体がお釈迦になったとか、本当にある話なんでね、1台しかないとやばいことがあります。で、今となってはね、この辺は、スマホをちょっと撮影できるスマホあったら最低なんとかできます。昔も私、コンパクトカメラとか、ちょっとしたちっちゃな一眼レフとかを持ってったりもしてたんですけども、そうですね。それは、いざとなったら。で、2台カメラがあるなら1台壊れても、まあ、なんとかなるんですけど、まあ、そういうわけにもいかないこともあるので、人数とか機材の量で。そうするときは、まあ、最低限、いざカメラが壊れたら、このスマホで撮ろうとかっていうね、あとコンパクトカメラとかね、なんでもいいので映像が収録できるものです。この辺もこういうチェックリストがあると、用意しておくといけると思います。チェックリストではないかって言ったら、この後でもですけど、人が、まあ、交番表を見て、この日の出演者が多ければ多いほど、もう一回これをリトライするのが難しくなっていきますので、一人二人いたらば、この一人二人抑えて、もう一回お願いすればいいんですけど、10人とか絡んでるとなったら、この10人がまた同じ日に時間を合わせて揃えるとってのが大変なことになったりするので、もうそういう時はもう本当に、明日撮らなきゃどうしようもないっていう日が
起こり得るので、そういうのはこうやってチェックリストで見ていくわけですね。で予備機材ですね。でこれスマホ便利なのは、まあマイクをつなげれるところもあれば、うまくあのまあ今だと USB とかマイク端子とかつけれるのもあるので、そこからつけれるならまあ音も取れないことはない。だからレコーダーが、機材の他の、 あの音関係でレコーダーが壊れた時とかにも一応使えたりしますよね。仕込みがマイクが壊れた時、スマホ置いときなんとかなるとかね。うん、ただ映像と音はまあ悪いっすよ。悪くなります。ただないよりはマシなんですよね。うん、あのないともう、ね、編集でそのシーンをカットするしかないとかね。あとは予算を思いっきりかけなきゃいけなくなるとか、手間がかかるとか、予定通り作れないとか、いろんなことが起こってきますので。はいはい。そうですね。あと、もう一つ、そこがあったらなんとかなるか。あとは、まあ、あった方がいいもので、あの記録用紙とかカチンコですよね。まあ、カチンコはまた後で説明すると思う。ダブル録音というカメラと別の機械に収録するときにはカチンコとかあった方がいいです、ね。まあ、タイムコードでシンクロできる機械とかもあるんですけど、それだったらまあまあなしでもなんとかなるんですけどね。後で編集想定シンクロをかけりゃいいんで、同期タイムコード同期取るっていう機械的な方法があるんです。もしもそれが使えないようなことになってた場合はカチンコがあった方がいい。まあなかったら手打ってもいいんです。あと記録、まああった方がいいのは記録用紙です。ノートでもいいです、最悪の場合。うん、まあ記録用紙もまた説明しますけど、これがあると何でしょう、編集の時にとっても助かります。編集の時に OK テイクがどれだったかすぐ分かんなくなります。OK 出したから後で見りゃ分かるだろうと思ったら、これがね、編集の時見たら、なんでこれを OK したのか、なんでこれを ND にしたか分かんなくなっていくことがよくあります。で、一応それをメモっとくっていうのは必要なことですし、編集の人が監督がやらない場合は、そこの申し送り用紙にもなるので、監督これがこの理由で OK したんだよっていうのは伝えなきゃいけない。そうですね。はい。あと、養生テープとか、クロカムとか、カッターシートとか、この辺の撮影で使う小物ですよね。なんかちょっ と止めてたりするやつとか、クロカムとか、ちょっと照明遮ったりとかするのに使ったり、あとカッターとか、そういうテープとか貼ったりとかね。あと、なんか、機材置くときに、ビニールシートがあると、ビニールシートの上に置いとけるので、山の中でも、ちょっと土にまみれになったりするのを防げたりしますよね。そういうものが、まあ、いろんな場所によって言います。あとは、その機材がまず一番、チェックリスト必要なものですね。あと、場所と人の絡みがあります。さっき言ったように。で、この3つがそれは取れるので、機材、まあ、カメラですね。で、場所と人絡みの話。今がチェックです。この2つはね、集合場所と時間っていうのがありますよね。明日何時にどこに誰が集合するのか、で誰がどうやって集合していくのかっていうのね、3段がありますね。これみんなちゃんと伝わってるかどうか確認しといた方がいいです。これよくあるのは1ヶ月前とかに2、3週間前に連絡してて、そのまま行って当日、まあ、プロならないんですけど、たまにまあまああることもあるんですけど、抜けてたとか忘れてたとか、ダブルブッキングが起こってたとかね、いろんなことがあって。だから、できたら、まあ、初めて映画作られて、実写作でやったりするとか、もう友達やろうとも前日に、一度メールなり、LINE なり、メッセージなり、まあ電話なりで、ちょっと連絡取っといた方がいいですね。うん。そうすると、そういう大きな、ポカが防げます。で、まあね。で、事務所さんとかそういうプロの方でも、やっぱり前日に会った方がさ、こちらの制作の人の体制が安心感ありますから、ちゃんと連絡取ってくれたって。それで連絡しないで、2ヶ月前にこの日って聞いてたんで、時間もこの日で場所も聞いたんだけど、2ヶ月前だし、連絡ないよな、あれがどうなったんだろうって、こわごわ行くみたいなことになると、制作さん慣れてないな、みたいなことが。ちょっと不安になったりします、行く人が。はい。だから、できたら前日とか、それには、一度確認を取っておいた方がいいですよね。で、そういうのの、ちゃんと伝わってるかどうかっていうのは、チェックをしておくと。チェックリスト。で、まあ、あと、考えておかなきゃいけないのは、これもチェックしてみてください。当日、なんかトラブルがあった時に連絡方法っていうのがいるんですよ。で、トラブルって何かって言ったら、まあ、よく起こるのは、何かの事故とか、急病とかですよね。
まあスタッフもそうだし役者さんもそうだし、まあメインのカメラマンが急に来る時に事故ったとかね、あとはそうそうなんか、どっかよくあるのはまあ天変地異とか事故とかで電車が止まったり車が止まったり道路が通れなくなったりして遅れるみたいな時にどうやって連絡するのかですよね。それがないと誰か一人がトラブった時にもうどうしようもなくなるという、例えば10人ぐらい集まると10人の時間を数時間無駄にするわけですよね、状況が判明するまで。でその時にどうなるのかっていう話はちゃんと連絡方法みんなですよね、はい、いろんな人があるので、でまあまあお手伝いさんとかちょっと見学がてらちょっと手伝いに来るわみたいな人はまだいいんですけど、メインのカメラマンとかカメラ運んでる人とか、あと主役さん、その日の主役さんとか絶対必要な役者さんとかが何かあった場合はこれなんとか対策してやっていかなきゃいけないので大変なことになりますよね。そうです。あと、さっきも言ってましたけど、場所のトイレとか、食事とか、お昼ご飯どうやって食べるんだとかね、どこで用意してみた、水分確保の、夏だったら水分確保とか、冬だったら、零下何度だったら、ちょっと、まあ、ストーブなり、ガンガラなり、いろんなものがあるんで、ガンガラっていうのは、まあ、ちょっと、検索するといいか、まあ、簡易ストーブみたいな。あと、そうそう、町が多かったら、どうやって暖を取るのかとか、どうやって日差しを遮るのか、あと、救急箱とかね。まあ、それこそ、アスピリンぐらいは用意しといた方がいいかもしれません。人が多いとね。うん。アスピリンと、まあ、絆創膏と包帯ぐらいはちょっと持っといた方がいいかもしれません。あと、着替え場所の散弾。これが散弾されてないことがたまにあるので。あと、さっき言ったたまり場ですよね。休みとか撮影ないときにどこに溜まってるか。撮影結構炎天下とか、ものすごい寒いところとか、よく言うのがあって、その時にどうやって、まあ、最悪の場合、本当に気持ち悪くなったり、死んだりしないように。いや、それは本当にちゃんと考えておかないと危ない時はある。うん、という時のたまり場を通すとか、まあ、それの関係でビニールシートとか、そういうものが持っていってるかどうかですよね。とかの三段がちゃんとできてるかどうか、まあどこでどうするかっていうの、ね。あと、もう一つは機材とか人を車で運ぶ場合なんですけど、どこで降ろして、で、車どこに止めとくのかっていう三段もちゃんとしとかないといけません。これプロの、ドライバーさんとかだったらちゃんとやってくれたり、まあ事前に確認したりして、してくれてるんですけどね。そうじゃなくて、例えば友達に頼むときは普通の方、あんまりプロのじゃない方だと現地行ってそこの駐車場止めてみたいなこと考えはるんですよ。で駐車場も近くで見つかるだろうという、まあいつものレジャーとかそういうので使う感覚ですよ。そうじゃなくて、人乗せてくる機材乗っけて、しかもおっとはい。びっくりした。今タイマーがね、離れて、巻いていきましょう。はい。そういう時にはそうですね。まずはだから撮影現場では本当に1分1秒争うことになるんですよ。大概最後の撮影の最後の方は。あと1分あればあのショットが撮れたのにっていうのはよくある話なんで。で、そういうので、例えば、降ろす場所探して20分もうろうろしたらえらいことになるので、後のスケジュールが。はい。そうすると、まずはだから、どこで人とか機材とか降ろすのかって、降ろした後に運転手さんがどっか近く の駐車場で止めに行きゃいいんです。とりあえず人と機材が必要で、その間に他の人は仕事できるので、ね、例えば、まあね、少数で5人の人間で撮影するとしても、20分あったら100分分ですよね、100分分の時間が失われるわけですよね。100分分の仕事の時間がね、5人が動けるとしたら。で、それ考えたらえらいことになっていくので、だから1分1秒でもちゃんと早く下ろして、で、車は車で、あとはゆっくり駐車場に止めてもらって、っていう形にしないといけないので、はい。そういうところの、細かいところの算段ですよね。あと、衣装とか小道具とか大道具がちゃんと揃ってるかとか、これは、特に初心者の人はやらかす。ことが多いです。で、
まあ適当でいいやと思ってても、シナリオ上で絶対必要な衣装とか、絶対必要な小道具とか、絶対必要な道具とか、まあ大道具というやつ、とかあったりする。で、あ、用意してない、どうするっていう現場で何とかしなきゃいけないというのはよくある話なんですけどね、これプロのやつでも。はいはい。で、それは少なくとも交番表で分かってる限りはもうそれ用意、チェックリスト作って用意しておくと用意できるかとか、前日になって気がつくこともあるんですよね、よく。で、まあまあそれは一晩あればなんとかでっち上げまできるので、しゃあないとか言いながら、はいはい、なんとかそれをでっち上げたり、なんとか代案を出したりはできるので、それともちゃんと揃ってるかどうかというのはチェックしたりするのは前日にやっておいた方がいいですね。はいはい。こうやっていろんなものが揃ってるかどうか、自分なりにその映画とか明日の撮影のようなチェックリストを作っておくと、前の晩が、さっきみたいにパニックになって寝ないとか揃ってるのかどうか分かんなくて心配で寝なくなるとかということはだいぶ防ぎます。このチェックリストを終わらせたら、あ、まあ、数時間でも寝て明日に備えようという気になります。はい。あとね、このチェックリストなんですけどもね、やって特に雨天とかの場合は前日にもうやばいかなっていうのが分かっている時もあります。そういう時は一晩あるので代案考えれますよね。晴れなきゃいけなかったはずが雨降っちゃうっていうのが、ね、でよくあるのはこれで、さっき言ったように10人ぐらい揃えて、これもう一回揃えるの大変なことになるぞっていう、で予備日にこれ揃わないよねって、予備の日を設定してても、ね、で予備の日設定するのはそれもいいんですけど、例えばそれが明日が予備日で、もう明日取らなきゃやばいってこともよくある話、その時に晴れの設定だったのが雨、必ず雨降るよね、そしたらどうするかっていうのを、前の晩にチェックリストで分かる、こういうリストを作っておくと分かるということなんで、その時はそうですね、代案をまだ数時間あればなんとかなるわけです。はい。まあ一番おすすめは雨でも撮っちゃうのが一番おすすめなんですけどね。これでいいシーンになったことは多々あります。はい。はい。雨が降って撮れないとかね、天候、台風が来て撮れないとかね、じゃあどうするっていう話になった時に、こういう時の知恵って案外ね、結果としてはいいシーンになったりすることが多ございますので、恐れずにそれに戦っていきましょうということです。この戦うためにまずこのチェックリストと自分の中の余裕ですよね。特に制作担当監督の中で余裕を持てるかどうかなんで、とにかくシナリオをこなすだけに陥りがちなんで、この余裕をなくすと、そうじゃなくてゆっくりできるように心に余裕を持って、でいろんなクランクインの人はもう大体がもう何かしら起こるもんでございますから、何かしら大ポカが起こるもんでございますから、それに負けないようにと、はい、心に余裕を持ってね、何かトラブルがあった時にどうやって軌道修正するかっていうのが、まあ監督と制作さんがの腕の見せ所だったりもしますので、はい。でそれを繰り返していくと、まあ映画が完成するし、いい映画になるし、でここでいろんなトラブル起こるんですけど、そこにくじけちゃうと、くじけ癖がついちゃうとまずいんで、特にクランクインはね、クランクインはもう普通の時よりもいろんなことが起こりますから、その時にあ、こんな大変なんだとは思わなくてもいいと、だんだん楽になってきます。だんだんチームが固まってきて、それぞれこの映画でやばいことっていうのと、あとこの映画では手抜いてくれる、安心してもいいことというのはだんだん分かってきます。みんながね、私自分自身の制作の方も含めて、なんか監督も含めてね、なんとかなること、なんとかなりそうにないこととか分かってくれる、そうするとだだだだうまくなっていくので、でクランクアップぐらいにはもうかなりいい感じになってたりすることが多いです。でも今日で終わっちゃうのが寂しくなってくるで、初日のもうやだっていうのから、そういうことになっていくことが多いので、もうこの映画作れないぞこれはとか思ったりするのが、だんだんクランクアップ近づいてくると、あ、もう今日で終わっちゃうのだ、あと 2,3 日撮りたいなみたいなことになったりするので、恐れずにゆっくりと余裕を持って、はい、ということです。安心させる方法、チェックリストでございました。次回はですね、そうですね、あと、撮影現場で、何をするか、それぞれの役割の人がね、何をやっていくのかという話、まあ
役割分担というかスタッフの動き方というかそれぞれの監督がどうするのかとか制作団どうするのかとか役者さんどうするのかとかまあまあプロデューサーさんどうするのかとか進行さんどうするのかとかいろんなそういう話をざっとあの軽くやっていこうと思います。ああまた6分くらいと思った。はいはい、ではではお疲れ様でした。また、来週お会いしましょう。